リドルジョーカー。本当だから、嘘じゃないから。そもそも確かにおっぱいは思春期に膨らみやすいのかもしれないけれども、思春期を過ぎたら成長しないということではなくて、女性ホルモンの増加で大人のおっぱいも成長するし、マッサージや筋力トレーニングを行うことでさらに膨らみやすくなって、豊胸ドン、さらに倍。だから私だって成長してるんだからね。成長したらきつくなるのも仕方ないのよ。で、太ったわけじゃないから私もおっぱいが成長して本当に本当だから、そんな目で私を見ないでよ。ちゃんと成長してるんだから。